インビゼンは大、大、韓民国学術院会長、ソウル大学校総長などを歴任した韓国、医学会の大イト。大韓民国第四大大統領院、ゼンは重帝。本願は、海平院士、号は東湖。日本生命は、伊藤美ゼン。出生、編集1896年10月5日、日本の東京府東京市にて、 教育者の意にいたすと、李シ教夫妻の長男として生まれる。父の松室は1884年の更新政変で日本に避難した後一旦帰国、その後日本留学生監督に任命されるなど、日本との往来が多い人物だった。1906年に大韓帝国に帰国し、父の職場近くにあったハンスンフイホラの慶城日出小学校に通った。 1909年冬に母と死別する。留学と帰国、医学活動、編集1915年3月、慶城中学校を卒業した後は内地に渡り、第六高等学校大学予科第三部を経て、1919年7月、京都帝国大学医学部に進学、病理学を専攻した。百二十三年六月に、同大学医学部を卒業した後大学院に、 進学すると同時に、京都帝国大学医学部病理学教室の復讐に採用される。1925年9月、病理学修士。1927年から、京都帝国大学医学部病理学教室助手。1928年から、同教室で、朝鮮人として、初の帝国大学助教授となり、1929年1月には、同大学院医学博士を取得した。 朝鮮に帰還後の1929年、セブランス連合医学専門学校教授に任命され、1933年から同学教闘。1930年2月、僕経費、理工すらと、朝鮮医師協会創立に参与、同宿の委員いたすさ官らと一緒に、朝鮮医師協会で積極的に活動し、朝鮮医法の編集長なども務めた。医学、学術の活動、 編集1945年、京城帝国大学医学部の教授兼医学部長に選出され、当時新しく発足した朝鮮医学協会の会員となる。終戦後、朝鮮が日本による統治から解放された1946年、京城帝国大学がソウル大学校に改組されると同時に、ソウル大学校以下、大学教授兼医科大学院長に選出された。 1948年5月1日、朝鮮医学協会第二次総会で会長に選出され、大韓民国成立に従い、朝鮮医学協会は大韓医学協会と名称を変更。以後、第二代、第三代会長に選出され1952年4月30日まで在職した。1947年7月、国際対岸連合会長から第6回。 国際癌学会への調整を受け、翌年9月、船で、京北大学校医科大学の公平館教授と共に、渡米、9月14日サンフランシスコに入港セントルイスで開催された会議に参加した。この時発表した、韓国人の癌に対する、統計学的研究、アントラキノンの投与により発生したウサギの胃がんについての研究成果は1948年の、 キャンサーリサーチ誌に紹介された。学術、政治活動、編集1952年、大韓民国学術院とともに会員となり、1954年、ソウル大学校副総長、1956年にソウル大学校総長に就任した。1954年4月大韓民国、学術院会長に選出され1960年まで在職した。 1961年ソウル大学校総長職を辞退し、同大学病理学講師、翌年定年退職し、同大学名誉教授となる。1963年軍政に参与して、手元無明、金正筆、おじである、委員いたす明と共に、民主共和党総統に参加。1963年2月22日、民主共和党ソウル市地区総統準備委員長に、 選出された後、2月26日共和党、ソウル市畜党委員長に選任された。社会団体活動、編集その年、韓国原子力委員長に選出された後、1964年8月13日よ、リアリアンス、フランセイズ連合会韓国委員会名誉会員を移植され、1964年と1965年、 オーストリアのウィーンで開催された国際原子力機関総会に韓国代表として参加した。1966年原子力委員,委員長に再選された。その後ユネスコ韓国科学技術情報センター委員長、原子力委員,委員長、科学技術講演会理事長等を経て1980年財団法人韓国科学技術振興財団理事長、 繁栄協会会長に就任した。1987年6月22日死去。90歳。2008年8月、学術史、韓国史市民講座2008年下半記号の大韓民国建国60周年特集。大韓民国を建国した人たちを選抜、建国の基礎を固めた32人のうち、教育、学術部門の一人として選ばれた。 ありがとうございます。